最後のテーマになるんですけどもよろしいでしょうか。はい、一連の不正入試についてですね。もう皆さん大好きなテーマだ、はい、待ってました、はい、今回のね、まあ、収賄から始まった私立大学医学部の不正入試についての第三者のね調査が入りましたよね。はい、彼女をね指摘されたんですけども、はい、それをまさかのシカトするっていうファインプレーをかますのがやっぱ聖マリアンナ大学なんですけど、まあ、ちょっと僕もびっくりしましたね。なんかあれだけ露骨にやってみてまさかのシカトっていうのちょっとびっくりしたんで実際その不正入試の話題になった時あったじゃないですか。はいはい、順天とか昭和っていうのは会見を開いて、まあ、最初にねやり玉に挙げられて、まあ、なんか先に行ったやつが損したみたいな感じになったじゃないですかはいはいはい、でまあ聖馬内では当たり前だけどうちもあるよねっていう話にはなってたんですか。確かその東京以来の県から始まったわけじゃないですか。はい、あの県が発覚したのが多分2018年ぐらいですか。そのあたりですよね。我々の大学はですね2017年に入った子から女の子が現役と一浪しかいないんですよね。その時点でもうみんなあこれやったなって思ったんですよ。あ、じゃあうちも刺されるなって思ったんですか。それを自覚してたのでこれは多分どこの私立の医学部もやってることだから、なんか東京医大の件で何をみんなそんな騒いでいるんだろうっていうのが当時のその学内の雰囲気でした。まあそうですよね。まあ僕らもその私立なんてそんなのやってて当たり前っていうのがというかね、まあ、私立大学ですから学生を選抜するのは権利があると、はい、まあ、その暗黙のルールの中で僕ら受験生は戦っているって思ってたし、ニュースとかに出てくるのはそんな差別があるの知らなかったみたいなね。いやいやいや知らないってどんだけお前医学部受験調べてないんだよっていうねまあそうですね、今更何言ってんのっていうのが正直な反応ですね。調査書と志願書っていうのの配点が操作されてたってことがやっぱりその報告書の中から言われてるんですけども、調査書志願書っていうのはこれ一般入試でも見られるものなんですか。それは事前に受験生側には全く通知されていないものです。これすらももともと配点があるって書いてないものらしいんですよ。そうですね、はい、実際その聖マリの二次試験に関しては小論と面接の比率がどれくらいのものかもすごくぼやっとしていたので実際受かった人たちもなんかなんとなくやったらできたみたいな感じの人が多いですね。表向きには点数がないものなんだけども実は裏で点数をつけていて、そこで大幅な差をつけていたっていうことが、まあ、取り沙汰されて、太郎の女子はもうほぼその60点ぐらいの減点でもうほぼ学科試験で挽回することは不可能な状態っていうことに調査の結果なったわけなんですけれども、2017年の時点でああなんか変わったんだなって思ってたってことなんですね。そうですね、みんなそう思ってましたね。女子はもう太郎は取らないっていう方針なんだなっていうふうに感じたと。それまでは必ずそれぞれの学年に4浪以上の女子かあるいは再受験の女性の方がいらっしゃったんですよ。必ずだっていうこと、はい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 、結婚してお子さんがいらっしゃる方もいらっしゃいました。ですがいきなり本当に現役と一浪だけの女の子にしたのでちょっと露骨すぎないみたいな感じだったんですね本当に。ちなみにこの措置に関しては、はい、どういった大学の意図があったと思いますか。あくまでこれは個人的な見解ですけど、今現在女性もかなり積極的に働くことが推奨されていますよね。はい、でもなんだかんだ言いつつその育児とかで途中離脱する人とかも増えてくると思うんですよね。そういうことを考えたりするとやっぱり少しでも長く働ける女医さんを増やした方がいいんじゃないかっていうコンセプトのもとでおそらくそういう選抜をしたのではないかと思います。なるほどなるほど。僕はそのちょうどまあ境目の世代なんで、要するに女医さんが離れると勤続するっていうののちょうど僕のとこがねこれから女医が離れていく年齢なんですね。要するに30を過ぎてやっぱり女医さんでもみんな専門医を取る、あとはやっぱり結婚出産が重なる世代なんですね。でやっぱり僕ら医者になると専門医っていうのが一つの身近なゴールになるわけです。とりあえず専門医を取ればもうそこからそれ以上の資格っていうのはもちろん指導医とかありますけど、もうほぼその科に関しては、まあ、基本的なことは習熟したよっていうライセンスが今はもう国の、まあ、専門医としてもらえるわけですね。だから専門医を取るっていうのが若手ドクターにとってはやっぱり一番こう、まあ、身近な目標になることなんですね。でやっぱりちょうど専門医が取る学年なので、やっぱりそこに育児とか出産とかが重なると、専門医取ったら一回大学医局離れようかなとか育児に専念しようかなっていう方、まあ、女性の先生たちは実際現れてきてます。なので正直結構離脱早いなって思います。でやっぱりその太郎の方々っていうのはそれが他の年齢の、まあ、女の子たちよりも早く来るわけですから、
研修を途中で辞めて、まあ、育児出産に行くとか、つまり研修医のうちにもう職場を離れてしまう先生もいらっしゃるでしょうし、まあ、当たり前ですけどね、子どもの教育っていう方がこんなことじゃないですけど仕事よりも重視される女性っていうのは大きいは多いわけですね。まあ、お子様がいない状態で入試の時っていうのは入ってくるわけで、その時はね、当たり前ですけど医者として頑張って働きたいっていう気持ちはわかるんですけども、女性ってやっぱりね、その出産育児を経るとやっぱり変わりますよ。当たり前ですけど、だって自分の子供が一番可愛いに決まってるじゃないですか。お子様の教育をほったらかしにして身を粉にしてね、当直業務に励んでくれる、まあ、女医さんっていうのは普通に考えてですよ、僕が女性でも自分の子供を優先すると思いますよ。あ、そうですね、それは男女差別云々とかじゃなくって、その人間的な話、人間的に現実的に本当にそうなると思うので、女性の医者さんがそのもし結婚とか育児とかをやりたいのであれば、男性と同等に働くことって難しいんです。だからそのどうしてもやっぱりその勤続時間が短い皮膚科とか眼科の女医さんが増えちゃって、本当に必要な内科のメジャーな内科や外科のお医者さんがいなくなってしまうと、その結果やっぱりちょっとどうしてもあちこちで医師不足が起きたりとか、そういうことになっちゃうので、入試の段階で女性の人数や年齢をある程度絞り込むことはどうしても必要なことだと僕は思いますよ。いや、僕もそう思いますね。てか結局それが女性を守ることにもつながるし、男性医師が過労で倒れることを防ぐ、まあ、ことにもなるんじゃないかなと。自分も男だからこんなに働いてますけど、女性だったらこんな働こうなんて絶対思わないですもんね。ましてや子供がいたりしたら、やっぱり自分の子供のことをちゃんと見てあげたいなって思うのが、まあ、母親としての気持ちだと思いますし、自分の例えば母親も、まあ、自分を育ててくれるときには仕事をセーブしてくれたりとか、まあ、その時間をね割いてくれて送り迎えをしてくれたりとかしてくれたわけで、例えばね朝7時からのね医局会に出て子供をねおじいちゃんおばあちゃんに預けてっていう風にするのは、やっぱり自分が自分の母親にしてもらったことに対しても同じようにしてあげたいって思うのが親の気持ちだと思うんですね。明示しなかったってのは悪いことですけど、まあ、だからといって学年の半分以上が女子になっちゃったら、やっぱりそれは将来的な10年後の医療がねちょっと危なくなるんじゃないかなって思うのが、やっぱりその僕の世代の考えは多いと思いますね。私その話に関連して、我らが OG の西川彩子先生がどこぞのテレビ番組でおっしゃってたんですけど、勉強は女の子の方ができるけど、じゃあそのまま女の子の方をお医者さんにしちゃったら、やっぱり世の中が皮膚科と眼科のお医者さんになってしまうと。だからどうしても自分たちの時もそうだったけど、やっぱりどうしても男のお医者さんを増やさないといけない。お腹が大きくては手術はできない。股関節脱臼の患者さんを抱えることだって女子には絶対できないから、こういった男女差別はあって当たり前だと。はい、OG であるねもう西川大先生が、まあ、そうおっしゃって当たり前ですけどね、まあ、その大バッシングを受けるわけじゃないですか。それはね、けど、まあ、それは結局非医療者からの大バッシングであって、僕らが聞くと、うん、そりゃそうでしょと当直して当直明けも勤務してってね、まあ、普通にやるわけですけども、まあ、そんなのはもともとね、だからそういう話になるとそれは労働環境がいけないんだとか、その要は大学とかの勤務の仕組みがおかしいっていう風に話がすり替えられちゃうので、やっぱそのまた男女問題からはまた違うところに論点がすり替えられちゃうんですけど、やっぱりそんなのね、女性にね、僕らだってねやってほしくないんですよ、そんなね。そう、月にもう10回も当直してもらったりとか、そんなのはね女性がやることじゃないですし、そんなのは男がやるから。本当にそう思います。でもそんなのね、もう僕らに任せときゃいい話で、まあけど絶対にその医者の中には女性が必要な科っていうのがあるので、産婦人科だったりとか、まあ、あとは小児科だったりとか、女性のパワーっていうのがもう一番光る科っていうのがたくさんあるので、そういうところにしっかりとやっぱり僕らのね、ただただ身体的なその特徴のがねマッチするかしないかっていう問題で、別に男なんてねメイクもしないわけだしね、まあ、別に徹夜しようが何しようが別にねちょっとひげが伸びるぐらいで別に死にはしないわけですよ。今日女性の場合はやっぱりそのね、まあ、体のバランスだったりとかそういったものが崩れる可能性もありますし、例えば妊娠とかされていたらそれだけでね、まあ、その流産のリスクになりますから、そんなことはね絶対女性にさせてはならないと思うんですよ。だからそのためにはね、こう馬車馬のように働くね男の医者を増やしたらいいと思うんですよ。そうです、本当にそう思います。もう俺らは別にねそんなのやりますからね、言われればね。
セーマの中では、まあ、例えばそれを聞いた、例えばその女性の、まあ、医学生の友達とかって同級生とかいると思うんですけども、女性の子たちってどういう反応するんですか？まあ、自分たちはもう受かっちゃった身なので、はい、そこまで関心がなかったので、まあ、はい、僕の周りの子はただせやなと言ってました。なんか誰かが苦言を呈してるみたいなことは起きてなかったような気がします。受かっている子たちを見ていると、そういった差別に関して関心がないって言いましたけど、そういうことをされてもなんかびくともしない強い女の子が多いですね。そういう困難をちゃんと乗り越えてこられる強い人がやっぱ受かるべくして受かってるんだなっていう感じはしましたね。実際にどんなに自分が落ちたって文句を言ったって、受かってる女子はいるわけなので、要はやっぱりそこでの競争には負けてしまってる、つまり女子内での競争に負けてるっていうことで、受かってる女子はたくさんいるんだけどねっていう話をすっかり忘れちゃってるんですよね。そうですね、その男女比64の中で4の比率は変わってないので、はい、そうですね、やっぱりそうだと思いますよ。はい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 。